おります。おはようございます。石高井水です。おはようございます。ちょっと今急遽、動画を撮ってて、はい。今、3人、リル君と高谷君と僕、3人でちょっとスタジオ練習行ってたんですけど、それの帰り、ちょっとだけご飯を食べて、下降りてきて、今リル君がね、トイレ行くって言って2階に行ったんですけど、その間にやりたいことがあるんですよ。やばいやん。リル君の車の鍵にさっき預けていとったもんね、ちょっと持っとって言うて、はいはい、どうしよっかなみたいな。でもうこれもうすぐ降りてくるかもしれへんのでもうそのまま早いしょ早いしょ行きますか。やろう。え、何なん、もうもういたあれやろ。え、何すんのこれ。どっちも大丈夫です。車、リル君の車を僕パクってきましょうか。パクってこれ置いとこう。ほんならこれと交換しよう。これと交換しましょう。オッケーオッケー。今リル C の車これと交換してこれで帰ってもらいます。で、はい、僕らガチで車乗って帰ります。よっしゃ、ちょっと早いしようか。もう行きましょう。来そうやな。やばい家ちょっとすぐ行きます。ちょっと待っとって、すぐ行くわ。置いてからリル君の車これに変わりました。ちょー、高谷くん、やばいな。成功っすね、成功っすね。リル君ほんまに怒らないですかね。いや、どうやろ、今どうなってるのか分かれへんもんな。分からないです、分からないです。どうしたいか。これガチでもう車パクってるんで、今どうなってるか分からないです、俺ら。こっから結構遠いですよね、リル君の家。めっちゃ遠いな。あれでは帰れないですよね。まあ高速乗るんちゃう、あれで、ペニーで。ほんなら安心です、よかった。そんなら安心です。これちょっとおもろいからまたやろうか。またこれ3人集まった時リル君必ずドッキリ。おー、やろう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 。そうしますか。リルシードッキリ。ドッキリちゃうな、いたずらやな。いたずらですね。はい。で、第1弾こんな感じで、まだ第2弾3弾やっていきますんで、ね、お願いします。はい、じゃあお邪魔しました。高井ビーズです。チャス。はい。